おお、新入り、いいところに。どうかしたのか。わしの助手が土の採取に向かったきり帰ってこんのだ。もしも彼女の身に何かあったらと思うと、気が気じゃないとはこのことか。頼む新入り、様子を見てきてくれないか。わかった、行ってこよう。おお、ありがたい。彼女が戻ってきたら相応の礼をするぞ。それで、あんたの助手はどこに？ロストウィングの外れにあるゴールトン農場にいるはずだ。ベアラーが一人で出歩くのは危険だが、あそこは良質な土を採取できるのでな。彼女に何か起きてからでは遅い。一刻も早く向かってくれ。今の悲鳴は？大丈夫か？ええ、助けてくれてありがとう。あら、確かあなた隠れ家に新しく来た人よね。クライブだ。私はマーテルよ、よろしく。マーテル、なぜこんなところに？この辺りはベアラが出歩くには危険だぞ。でもまだ土を取り終えてなくて。なるほど、土の採取に向かった助手というのはあんたのことだったのか。またいつ魔物が出るとも限らない。土なら俺が代わりに取ってこよう。それじゃお言葉に甘えさせてもらおうかしら。この辺りで良質な土を採取してもらえると嬉しいわ。できれば何箇所か回って集めてちょうだい。いくつか取ればいいんだな。そういえばボフミルが随分と心配していた。早く隠れ家へ帰るといい。心配ね。まあいいわ。それじゃクライブ、お願いするわね。早速土を採取するか。何箇所か回って集めるとしよう。これくらいあれば十分か。
隠れ家へ。それで無事だったかね。あんたの助手なら俺が助けた。もう帰ってきてるだろう。そうではない。採取した土は無事かと聞いておるんだ。ああ、取ってきたが。これだよこれ。助手が持ち帰った分では到底足りんかったからな。これさえあれば研究がはかどるというもの。まずはエーテル含有量のばらつきを調べて、それから。まさかあんたの心配って。そう、私なんかじゃなくてその土のこと。この人研究以外お構いなしなの。だが。いいのよ、いつものことだから。彼の研究のおかげでこんなところでも植物を育てられるなら、あれくらいはご愛嬌よ。でもあなたには迷惑な話よね。どうせお礼のことなんて忘れちゃってるんでしょ。はい、受け取って。相応のお礼かはわからないけど、ここで作った果実をお礼にできたらよかったんだけど、まだ味が今一つなのよね。いつかとびっきり美味しい果実にしてみせるわ。楽しみにしてて。